君は知っているだろうか。あの素晴らしい日々を。愛にあふれた夢の島を。だがある日、悲劇は起きた。かつて二度にわたり築き上げた島は、俺様の夢は崩れ去った。だがしかし、俺様は諦めなかった。見たまえこの光景を。しかし残念なことに、俺様は今超ド級の仕事から手が離せない。そこでだ、君を島のオーナー代理に任命する。任せたぜ。この島に着いた途端、わらわの羽が。この島には何か不思議な力が働いておるのか。羽のない女天狗などありえぬが、せっかくじゃ人間としてこの島で過ごすとしようぞ。よろしければバカンスをご一緒しませんこと。よろしくお願いするわ。待ってるぜ。羽を伸ばすとしよう。羽はないの。どうするかの。相手して差し上げますわ。わらわを楽しませよ。レディーゴー。やっそれ。やあ、こんなはずではわらわのじゃ。ああ、愉快愉快、満足じゃ。ホテルとやらに戻るかな。シャワーというのは褒めて使わす。楽しんでおるか。休むとするか。今来たところですわ。楽しんでおるか。
ディーゴー。行きましょう。もう終わりか？よくやったぞ。さすがじゃな。楽しんでおるか？飛べぬというのは不便なものじゃの。はあ、いただきじゃ。よっしゃ、いただきじゃ。はあ、よかった。よっしゃ、楽勝じゃ。よっしゃ。人間にしては気が利くようじゃな。わらわを楽しませよ。でも負けはせぬわ。シャワーというの。よくやったぞ。さすがじゃな。楽しんでおるか？これからよ。よし、行くぞ。いざ勝負なんてね。行くぞ。はじめ。これじゃダメかな。そうかな。あ、来てくれるかな。こういう時は花が行きます。行けるかな。降りますね。ドキドキしちゃう。勝負あるね。なかなか良かったぞ。